こんばんは、パンクです。今日は暑かったね。もう助けられたよ、ガリガリ君に。あ、いや、もうガリガリ様ですよ。随分ね、ネットをつけてニュース見てたんだけど、そしたらね、また暑くなっちゃった。年収800万円以上のアッパーミドルの家計がね、急速にね、悪化したみたいで、このままだと生活が苦しくて、ね、妻はパートに出なきゃいけなくなっちゃうとかって言ってる人が多いらしいのね。年収800万で家計が苦しいって、やっぱりね、世紀末になってシャーハーっていう人がね、いっぱい増えたらね、こういう人たちは真っ先にぶち殺されなきゃいけないと思う。今日はね、暑さでバテてたから、ジャスがね、六本木のツルトンタンへ連れてってくれたよ。新宿のツルトンタンへはよく行くんだけど、六本木はね、初めてということで、緊張しました。2階にね、通されたんだけど、なんか高級な作りだね。何これ、フルーツのうどん。フルーツのうどんって、嘘。もうね、マンゴーの匂いが、あ、ごめんなさい、もうね、マンゴーの匂いがね、プンプンするのよ。キウイとみかんとグレープフルーツとブルーベリーと、あとこれ何？トマトのシャーベットみたいなのが入ってるよ。これは、うまいぞ。不思議な味。甘いサラダうどんみたい。すーごい美味しいよ、これ。フルーツポンチの方はさ、さっきの具と同じなんだけど、アイス乗ってんのよね。これね、マンゴーのやつより美味しい。フルーツのね、酸味がね、信じられないほどね、アイスの甘みとマッチしてね、真夕だった。カルビーのピザポテトにホットチョリソ味が出たのよ。これは買っとき。失敗しないから買っとき。バンダイから出ているモンスターズユニバーシティマイク・ワゾウスキーアイスはね、キモいんだけど、これも買っとき。